皆さんこんにちは、ワンダルグルーチです。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。前回はマークベのラフレシアと戦いました。今回その続きになります。ネオアクシズへ向かうルートの開拓ですね。では早速進んでいきましょう。許可証は持ってます。でこれで次の都市バビロンに向かって、バビロンからさらにネオアクシズへ入っていく、そういうね、ルートになるのかなと思っています。バビロンですね。では一通りアイテムとか確認をしていきたいと思います。はい、装備品整えました。まずはですね、ガンダムなんですけども、パルスビームブレード、これで攻撃力1700まで上がっています。防具はエナジーシールドです。エナジーシールドはね、ダンジョンで歩いてると体力が回復してくれるという優れもの。続いてウルトラセブンですが、オリオンブレスレットとサクシウムマント、これ両方とも新調しました。ご覧のようなスペックになってます。攻撃力が1368、防御が406ですね。最後ライダーアレックスですけども、ダイヤモンドマックで新調してます。それに愛のマックは装備してます。攻撃力やっぱり一番強いですね。ではこれで次の街を目指していきたいと思います。ここにいるのはハマーンとミネバじゃないかな。話しかけてみましょう。ほう、こんなところで会うとは奇遇だな。どうしてここへ。ジオンが滅ぼされてしまったのでな、この街に逃げてきたのだが、どうやらここもそう安全とは言えないようだ。ところでお前たちまたアクシズへ行くつもりなのか。当然さ、これ以上ネオアクシズにでかい顔をされてたまるか。ネオアクシズのアポロン総統の狙いはわからんが、このままでは世界中が戦争の渦に巻き込まれてしまう。彼に会って何とか真意を確かめてみるつもりだ。それは無駄だ。なぜ。アポロン総統の目的は破壊、この地上の一切の破壊、秩序も文明も全てを破壊するつもり。バカな、そんなことをして何になる。話は最後まで聞け。奴は全てを破壊した後、その上で全く新しい秩序を組み立てるつもりだ。全ての生物が分け隔てなく暮らせるユートピア。目的はご立派だがよ。だからって今の全てを破壊するってのはめちゃくちゃだぜ。これは何としても止めないと大変なことになりますね。アクシズに潜入するなら私が手を貸そう。バビロン市からアーバオアクーシに通じている秘密のルートがある。じゃあ今バビロン市にいるので、アーバオアクーまで行けるってことですね。ミネバ様、しばらくここでお待ちください。ということで、お、これでハマーンが仲間に加わったのか。ハマーン強え。レベルも34ってことは、レベル34ぐらいないとどうなんだろう、戦っていけないところなのかな。ちょっと不安ですね。ハマーンはそれでもメガレーザーサービルとダブルゼータのシールド、ちょっと一つ低い装備品使ってますね。レベルは高いですけど。ではハマーンが加わったので、これで次のバオアクーまで進んでいきます。この街の西にもう長い間使われていないチューブトレインのステーション、そこから誰にも気づかれずにアーバーオクシュに潜入できる。ほう、いいですね。じゃあ早速そこに向かいましょう。ハマーン様が操作のキャラクターになってるな。敵が出てきそうな、マップの音に変わりましたね。せっかくなんでちょっとハマーン様を使っていきましょう。敵はヤクト動画になってるな。この後のボス戦なんかに備えてテクニカルポイントは温存していきます。ハマン1200、悪くはないですけど、ライダーの方が強いですね。これなら敵のヤクト動画も強いな。ギラ動画じゃなくてヤクト動画になってる分強くなってる感じですかね。ではこのままアーバオアクーを目指します。ここだ。このシャッターは暗証番号を入力せねば開かない。これでバオアクーに入れるのかな。私はミネバ様を守らねばならここで失礼する。マジか。せっかくハマーもね、テクニカルポイント温存してたんですけどね。では扉の中に入ってダンジョンが続くな。敵も結構強いんで、
なかなか骨が折れそうですね。必殺技もちょっとずつ使ってかざるを得ないかな。ダンジョン抜けたかな？抜けましたね。いや、結構敵が強くなってますね。でここが、あ、バオは空か。お、シロッコが来たな。その通り、ここを嗅ぎつけるとかだ。目障りな犬と思べ。これ戦闘になるのか。ちょっときつそうだな。シロッコ、お前たちはイレギュラーなのだ。これ以上こそこそ動き回られては計画に支障をきたす。プロジェクトオリンポスはイレギュラーを歓迎しない。プロジェクトオリンポス、何のことだ。このエルピスの全てを改革し、地上に神々の楽園、オリンポスを作り上げる計画だ。何が神々の楽園だ。関係ない人たちを巻き添えにして何が改革だ。てめえらのやってることはただの人殺しなんだよ。コールジオ、これジオと戦闘ですな。やっていけ。確かにジオって重モビルスーツ扱いになってますよね。機動力はただスラスターの数が多くて強かったということだと思うんですが、そしたらどうしようかな。徹底的にやっていくしかないな。いや、ちょっと最初は怖いんでリライブ光線打っときましょう。でライダーはハードショット、ガンダムもピンポイントショットいきましょう。811、まあ、そういうことはないのかな。これだったら仕切れるかもしれない。ちょっとこのまま押し込んでいきましょうか。というわけでセブンも一回攻撃に入りましょう。とか言ってるとね、とんでもない一撃が来たりするんで注意が必要ですね。1100か。単体攻撃だったらなんとかなるな。ロブライダーのハードショット、それにセブンのやっぱり止めれるのが強いですね。ちょ、もう一回ハードショットで攻撃できるときに攻撃あるので。クリティカルとか出てくると、うぅ、来た、全体攻撃。うわ、これは結構痛いな。一度リライブ光線で回復しましょう。ハードショットが打てなくなってる。んで、ニューガンダムは一番最初に回復できるはずなんで、自分で回復します。テクニカルカプセルの予備が、ツアー連続で来るな。予備がないと思うんですよね、もうね。あったかな？ある。これ自分に使います。んで、アムロは、ピンポイントショット。ハードショットがもう打てないとかなりしんどいだ。何？アムロもちょっともう通常攻撃で待ちやがる。ドゥハッスへ。ロボライダーがやられた。これ痛いなぁ。エネルギー光線を打って、テクニカルカプセル自分で使うしかないな。なんとか。エネルギー光線を打ち切りたい。で、カメラで回復。よし、止めた。いや、ローライダーやられましたけど、なんとか勝てましたね。ニューガンダムレベルアップ。ジオの本来の力があれば、貴様らなどには遅れを取らぬものを。帰ってアプロン総統とやらに報告するんだな。貴
様の野望は僕たちゼウスのメンバーが叩き潰すと。その必要はないよ、ダン。誰だ？俺だよ。忘れたのか？何？ギリアムだ。てめえ、この野郎、生きていたのかよ。なんで今まで連絡一つよこさなかったんだ。ギリアム、よかった。そう、俺は生きている。あの、女の子のぬいぐるみを取りに出たとき、突然壁が崩れ、俺は頭に衝撃を受けた。そして、思い出したのだ。俺の使命を。俺が何のために生まれてきたのかを。とにかくよかった。さあ、また俺たちと一緒に行こうぜ。アクシスの野望を打ち砕くために。ポータロー、それはできない。どうしたんだ、ギリアム。変ですよ、ギリアムさん。俺はお前たちの敵だ。コール、キャッシュペンサー。いや、これ連戦無理だわ。RX が死んでる戦闘不能の状態ですからね。殺しはしない。だが、我々の計画が成功するまで君たちに邪魔をされたくないのだ。しばらく、遠くに行ってもらうよ。うわー、なんだー。空間が歪む。戦闘にはならないですね。そうですね。戦闘になったら確実に勝ち目がなくて、地上編からやり直しになってたところですね。どこだここは。真っ暗で何も見えないぞ。よいしょ。たたたたた。なんのた。なんか目の前にあるぞ。むむむむむ。棺桶に入れられてたんだな。頭がぼやっとしてやがる。俺は一体どうなったんだ。うはははは。俺は、見たび蘇ったぞ。シャドウムーンで、首を洗って待っていろ。おはよう。あ、おはよう。じゃあ、俺はこれで。待て、どこかで見た顔だな。気のせい、気のせい。じゃあ、俺は急ぐんでな。待てーと、まあ、そうなりますよね。どうも気に食わぬ顔をしてるな。なぜかその顔を見ると、憎悪が湧いてくる。まあ、そう言われてもね。貴様が何者かは知るのがここであったが、運の尽きと思え。いや、戦闘になるのか。いや、これ無理だろう、どう見ても。まあ、そんなに強くはないな。そしたら、ガードショットで、倒していきましょう。お、クリティカルが出たんで一撃で倒せました。そして、ライダーのレベルアップ。イベント戦だったのかな。悪夢だ。復活の時は誤ったか。再び棺桶の中に入っていった。はい、というわけでよくわからないイベントを発生しましたが、キレがいいので一旦ここまでにさせていただきましょう。次回はまたこの続きをプレイしていきたいと思います。